I'm Derek Saklecki, Senior Marketing Manager at Sega of Europe. Today, it's my honor to speak with Ryosuke Hori, a veteran game designer for the Yakuza franchise and the director of the latest entry in the series, Yakuza, Like a Dragon. Hori-san, konnichiwa. Konnichiwa. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Sega de hajimete no shigoto nitsuite no omoi de wa arimasu ka? そうですね、僕が、もう十何年前、12、3年前ぐらいだろうかな、に、もうなるんですけれども、最初の仕事は本当に、引っ越しとかでしたね。うちの総合監督の名越しというのがいるんですが、その名越しの部屋の掃除とか、引っ越しの準備とかいうのをいきなり入ってやらされて、もうそこから、セガでの生活がスタートしました。はい。あ、そうなんですか。名越さんの部屋は、なんか、綺麗じゃなかったですか？掃除は大変でしたか？いや、なんか物がいっぱいあって、なんか大切なものと大切じゃないものが分からなかったので、みんな捨てようとしたんですけど、すげえ怒られました。そうですか。はい。セガでの仕事の中で一番好きな思い出は何ですか？お手選ぶのが大変かもしれないんですが、よろしくお願いします。そうですね。やはり、龍が如く、作らせていただいて、そこでのカラオケというのを初めて、龍が如く3で、作ったんですけれども、でそこでの反響がすごい良かった時ですかね。実際にそのパソコンとかで皆さん の盛り上がってる様子とかがすごい見て取れたので、僕もその時全然入って2年目とか3年目の若手だったので、そこで初めてファンが喜んで、自分の作ったものでファンが喜んでるっていうのが初めて感じられたところだったので、そこが特に印象に残ってます。あ、偉いですね。はい。60年後のセガに期待することは何ですか？そうですね、やはり僕はセガはロックな会社だとずっと思ってこのセガで働いているんですね。尖ったものだったりとか、結構普通の会社がやってこないようなチャレンジをどんどんやってくるっていう、そこが一番魅力的な会社だと思うので、60年後ももちろん会社としてどんどん大きくなって潤って儲かってほしいとは思いますけれど、やっぱりそういうセガらしいロックな魂っていうのを忘れずに、挑戦的な作品をどんどん作っていく会社としてずっとあり続けてほしいなと思いますし、自分もそのためになるべく協力していきたいなと思ってます。はい、わかりました。セガのゲームやシリーズで一番好きなものは何ですか？またセガのコンソールではどの機種が一番好きですか？そうですね、タイトルとしては桜大戦シリーズが一番好きですね、うん、はい、あれはもう本当に僕が学生の頃からずっとやり込んでいた作品なので、本当に好きな作品です。コンソールとしては一番好きなのはセガサターンですね。僕はもう本当にセガサターンが大好きで、家に8台セガサターンがあるんですよ。8台はい、色違い、型番違いとかいろいろあるんですけれど、8台集めるぐらい好きなので、いまだにセガサターンは家でも遊んでますし、はい、現役として遊ばせていただいてます。あ、いいですね、はい。私もシューティングゲームが大好きで、サタンはいっぱいありますので、セガは立派なコンソールだと思います。はい、ちょっとカラオケのテーマに戻りたいんですけど、はい、ディレクターとしてデビューする前、堀さんは欧米ではヤクザシリーズ内の収録をされているカラオケ曲の作詞者として知られています。バカみたいは、欧米のネット上で大人気となっていますが、これについてどう思われますでしょうか？そうですね、もう作ったのが8年前とかの曲なので、
今まさかこんなにたくさんの人に聞いてもらえるとは思わなかったので、すごく嬉しく思っています。はい、やっぱり日本のあれは80年代ぐらいの、歌謡曲っていうのをもうコテコテな分かりやすい歌謡曲っていうのを作ろうというコンセプトで作った曲なんですけど、その分かりやすさみたいなところが海外の方にも一つの個性として結構伝わりやすかったのかなと思ってますけれども、すごく嬉しいし、もっといっぱい動画を作ってほしいです。はい。はい、堀さんはカラオケに対する情熱が正規で仕事をするきっかけになったとも言えますが、カラオケに対する情熱と正規との関わりはどのようなものなのでしょうか。僕がもともとプライベートでカラオケが大好きな人間なんですけれども、で歌える、もともと僕がミュージシャンとかを志望していたので、はい、いろんな曲を歌えるようになりたいなというところで、曲を自分の歌える曲をいっぱい増やしていこうっていうので、カラオケをずっとやって、そこでカラオケがすごく大好きだったんですけど、なんかその辺の、カラオケ音楽だったりとか、そういったものに対するなんか情熱みたいなところっていうのを、そのセガの入社面接みたいなところでも、はい、すごくお伝えしまして、で、それでなんか面白いねっていうので、セガに入れてもらったような経緯があるので、はい、もともとのその音楽だったりとかが大好きっていうところで突き詰めてた結果として、カラオケというミニゲームもできたと思いますし、今クリエイターとしてやれてるっていうのもベースとしてはその辺にあるのかなとは思ってます。ああ、なるほどですね。はい、堀さんが作詞された曲のうちどの曲が一番好きですか？自分でも特によくできたと思う曲があれば教えていただけますでしょうか。そうですね、30曲ちょいぐらい作らせていただいてるんですけど、一番作詞として個人的にうまくできたなと思ってるのは、真島五郎 の、 24時間シンデレラという曲があるんですけれども、それはすごく自分でも気に入ってますし、いつも Spotify で聴いてます。私も聴いてみます。はい、歌詞を作成するときにインスピレーションの元になるものはありますか？そうです。インスピレーションの元としては、僕がそのもともと J-POP、 日本の音楽が大好きで、それをカラオケでずっと歌ってたというかいうのもあるので、その J-POP への、今まで聴いてきた J-POP だったりとか、そこでのミュージックビデオを山ほど見てきたんですけど、そういったものっていうのがやはりベースになってるのかなという気はします。やっぱり龍が如くのカラオケって、ただ単に曲を作ればいいわけではなく、そのキャラクターが歌って楽しそうかどうかとか、面白い映像が作れるかどうか、あとリズムゲームとしてちゃんと面白い曲になるかどうかとか、そういったところを考えた上で歌詞を作っていくんですけれども、はい、なんかそういう中で一番よりどころとするのはJ-POP の、今まで見てきたものだったりとかの、経験というか、それをベースにした上でいろいろアイデアを出したりとかしています。J-POP の中で特に好きなグループがありますか？ですね、日本のバンドの爆竹というバンドがあるんですけれども、僕はそのファンクラブに25年入っていまして。あ、そうですか。、はい、素晴らしい。大好きなバンドですね。アルバムごとにいろいろ挑戦的なことをやって、音楽性を変えたりとか、そういったことをずっとやってるバンドなので、なんか僕もそういう感じで龍が如くというシリーズずっと続けてますけど、一作品ちょっと毛色が違うものに挑戦したいみたいなところは、爆竹への、はい、マインドから来てる部分はあります。なるほどですね。はい、堀さんはミニゲームとサブストーリーでヤクザシリーズに名前を残していますが、それぞれ一番好きなものを教えていただけますでしょうか。そうですね、ミニゲームの方で言うと、龍が如くゼロで入れた水商売アイランドというキャバクラを経営していくゲームがあるんですけれども、それが一番気に入ってます。
ゲームとして単純に自分が好きなで自分でも楽しめるものを作れたなと思うのはやっぱりそれなので、西尾バイアリアのが一番気に入っていますね。なるほどですね、はい、シリーズ内でどうぞ。サブストーリーだと龍が如く6に入ってる小野道夫くんというキャラクターが出てくるサブストーリーがあるんですけど、それが一番自分のやりたいことを全部詰め込めたと思ってるので気に入っています。はい、わかりました、ありがとうございます。シリーズ内で特に作業仕事が難しかったと感じた作品はありますか？直面した問題の中で克服が難しかったものはありますか？そうですね、一番龍が如く5が五大都市が出てくるということで、いろんな街が出てきて、サブストーリーも、ミニゲームも一番入っている作品なんですけれども、やはりそれが物量的には一番大変だったかなというのはあります。はい、あとそのサイドコンテンツ、ミニゲームとかをいっぱい入れていくと、そのミニゲームがやりたいのではなく本編のストーリーを楽しみたいっていうユーザーもいたりするので、そういったところのバランス、メインとサブストーリーとかのバランスとかも一番難しかったタイトルかなとは思っています。はい、なるほどですね。はい、今回シリーズで初めてディレクターとして作品に携わりますが、この知らせを受けた時にはどんな気持ちでしたか？そうですね、単純に嬉しかったというかワクワクしました。今回のその、龍が如く成分という作品は主人公も変わってますし、ゲームジャンルも変えるということでかなり攻めた作品になってるんですけど、僕もやはり常に攻めた新しいゲームを作りたいというマインドでやっているので、そこで一番ディレクターとして好き勝手できる権利がもらえたというのは、はい、羽が生えたような気持ちで、はい、面白いものを作ろうかと思いました。はい、はい、次の質問はそれについてですが、今作はディレクターとしてのデビューというだけではなく、シリーズの再稼働のためのリブート作品となっていますね。自由な発想が可能と言えるかと思いますが、作品にはどのような構想をお持ちでしょうか？そうですね、やはり龍が如くシリーズではあるんですけれど、今回リブートということもあるので、新しい方、今までやってこなかった方にたくさん遊んでいただきたいというのが一番思いとして強かったので、龍が如くとかシリーズ関係なく個性があるゲームにしたいなという思いがありました。おじさんが主人公で現代劇のコマンド RPG っていうものってなかなかこの世の中にない作品だと思うので、そういうものとしてちゃんとシリーズとか関係なく面白いものにできれば、きっとたくさんの人に面白がってもらえる作品になると、思っていたので、はい、そこを意識して作りました。はい、わ、はい、かりました。シリーズのさらなる先進に向けて意図的に決断されたことの中で、ストーリー展開を明かさずに現時点で教えていただけることはありますか？春日一番っていうのがホームレスからゲームとしてスタートするしたりするんですが、それもやはりもう現代劇の RPG というところの設定っていうのを踏まえた上で、作っています。何もない状態から這い上がっていく、リアルな世界でのレベルアップっていうのはどういうものだろうっていうので、最初何もない状態からスタートさせたかったので、そういう設定にしたりというように、ゲームとしてのそういう RPG とかであるようなものっていうのをいかに現代のものに落とし込むかというところは常に意識して制作していますので、はい、そういったところに目を、向けていただけると嬉しいかなと思っています。はい、はい、ありがとうございます。堀さんはクリアのほぼすべてをセガのヤクザチームと共に過ごしています。もし他のセガ IP に時代を問わずに携わることができるとしたら、どの IP の仕事をしてみたいですか？そうですね、先ほど言った桜大戦シリーズは大好きなので、もちろんそれもやりたいなというのもあるんですが、一番
作ってみたいのはあのスペースチャンネル5っていう、はい、ダンスゲームがあるんですけれども、それとかはすごくクリエイターとして影響を受けている作品、あのバカバカしさみたいなところとか音楽の楽しさみたいのがすごく表現されてる作品だと思うので、もうあれはあの言われれば明日からでも作りたいお金もらえれば、はい、それぐらい好きな作品、はい、ファンタジック絶対に喜びますよ作ってくださいいいっすかはい、ちょっと話が変わりますが、あのちょっと PC についてをお聞きしたいです。あのセガはあの近年 PC ソフトウェアの分野で躍進しており、セガを含めた日本の会社はようやく PC ゲーム市場を受け入れることが できたと感じられます。コンソールへのノスタルジーは一旦置いていただき、この傾向に際してご自身が考えられることを業界にもたらしている変化についてあの教えていただけますか。はい、まあ、僕自身そのコンシューマー、いわゆるあのどの機体どのマシンで出すかみたいなところっていうのはどんどん問われなくなる社会になっていくだろうなというのを、感じていまして、で、Steam しっかりあの PC ゲームっていうところであのいろんな方々にゲームが届くようになったっていうのは本当に喜ばしいことだなと思っています。プラスな、まあ、どこでそのゲームを出すかということよりも、そのゲームの中であの何を語るかみたいなところがよりあの重要になってくる、かと今後は思っていますので、あのどのプラットフォームだろうがちゃんと面白くて個性的なゲームができれば、それがちゃんと評価されていくっていう、ゲーム社会に今後はなっていくのかなと思いますので、僕もそういういろんなもう古い作品もあれば新しい作品も、いろいろ並列に並んでいく中でちゃんと個性を発揮できる作品っていうのを今後僕も作っていきたいと思いますし、そういう作品があの求められる時代になっていくのかなという思いはあります。はい、わかりました。あの堀さん、質問は以上で今日は時間を割いていただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでまた日本に来たらぜひカラオケを歌いに行きましょう。はい、いくらでも、はい、じゃあありがとうございました。バイバイ。はい、ありがとうございました。